まあ、何がバナナ男。はい、こんにちは。こんにちは。今週も待ってください、チャンネル変えないでください、止めないでください。今週の男シリーズ、やめますやめます、ちょっとね、原虎徹、宮部俊介ですけど、ちょっと試合が続いてたので、ちょっとまあその中でこうすごく言い方悪いんですけど、お手軽に出せる動画ないかとちょっと模索してしまいまして、やっぱこう出してみると視聴者さんをね、こう軽んじてるようなところに結果的にちょっとなってしまったのかなと思い、ちょっとあの動画についてはちょっと反省しております。ですが、楽しみにしてくださってる方々もいらっしゃったので、サブチャンネルの方でね、今週のヤーミーという感じでね、アキラさんが引き継いでくれますので、ぜひさ、そちらの方もよろしくお願いします。ということで本題に入っていきますけど、今日は今週の男と真逆ですね。はい、さらーっと触れていくのにではなく、逆にクッと深掘りしていこうと。なるほど。荻窪弘正 VS キム・スージョン、この一戦どうなのっていうところをちょっと掘っていきたいと思います。この一試合に限って掘ってくるんですか。そうです、これ今日はこの一試合を掘っていきます。なるほど。はい、まず、はい、キム・スージョン選手、実績が、実績やばいですね。もう一度ここでおさらいしておきましょう。まず日本人に7戦7勝です。なるほど。日本人はいまだかつて誰もキム・スージョンの壁を越えられなかったということですね。はい、これも決して弱い選手たちじゃないです。名だたる選手たち、はい、佐藤翔子選手、はい、手塚元信選手、はい、田村一世選手、はい、中原太陽選手など、はい、まあ、とても実績のある日本人、日本人のキャンプどころの選手ばっかりですね。はい、で、それに7勝、はい、そして全体の成績と17勝6敗1分け。なるほど。ロード FC、はい、現フェザー級チャンピオン。おー、なるほど。ロード FC の元バンタム級チャンピオン。なるほど、2階級制覇です。はい、ワンチャンピオンシップのバンタム級チャンピオン、元ですね。3つベルトもろいです、はい、で、まあ、これちょうど今フェザー級っていうところとバンタム級っていうところ出てきたんで触れたいと思いますけど、はい、まあ、フェザーから落としてきてる、まあ、フェザーかバンタムでやってる体の大きなキム・スージョン、はい、対してもともとで言ったらフライから上げてきてる大きな選手、あ、なるほど、バンタムに上げてきてる、はい、これやっぱ体格差かなりありますね。まずここが一つ大きなキーになるのではと。なるほど、思ってます。ただ、まあ、これ良し悪しあって、はい、まあ、元気なおぎちゃん、はい、疲れてるキム・スージョンっていうことも減量したんです、まあ、うん、なくはない、はい、理由、ただ大きなキム・スージョル、小さなおぎちゃんっていうところもあると思います。はい、分かりやすくね、はい、チャートでやっていきたいと思いますけど、はい、スタミナキム選手、これはね、はい、5段階評価です。5ですか。5です。5はね、なかなかつきません。なるほど、満点つきません。もう満点です。もう例えば USC トップファイターレベルって思ってください、はい、5っていうのは USC トップファイターレベル。パワー4。なるほど。メンタル、はい、メンタル4。すいません、はい、メンタルっていうのは具体的にどういう、やっぱ弱気になる選手とかいるじゃん。ああ、なるほど。気持ちの強さ、気持ちの強さってことですね。はい、技術、スキルですね。はい、まあストライキングのスキルだったり、まあ、いろんなもの合わせて4。なるほど。スピード、はい、3か4か迷うなっていうところですね。まあ、今日は3にしておきますか。なるほど、はい、っていう状態です。じゃあもう平均取ると4、ほぼ4っていうか5、4、4、4、3、全体的にかなりバランス取れた選手ってことですか。すごいシンプルに言っちゃうと、はい、パッと USC 出ても絶対勝つよねって思う選手、はい、じゃあ今度大木久保選手のチャートですね。はい、はい、スタミナ、はい、3。スタミナ3、パワー、はい、4。
なるほど。体格小さいながらやっぱ、はい、パワーあるから。メンタル、はい、ここはね、これ僕トーナメントの前に大久保選手の話した時に言ったんだけど、はい、メンタルにはすごくばらつきがある。なるほど、はい、試合によってこう、そうばらつきが出るんですね。メンタリティがすごく、はい、覚悟決まってる時とそうでない時っていうのがちょっと見やすいから、はいはい、だけどあの過酷なトーナメントを制してきっと精神的にも成長したと、はい、思いますから。お子さんもできたっていうことですか。そうですね、はい、でご結婚もされて、そういうことも含め4。なるほど、メンタル4、はい、はい、スピード、ここは同じくキム・スジョル選手と同じく3かな、スキル、はい、もうここはねもうベテランのスキル、いろんな抜き差しがありますよ。もう時には自分の頭を殴らせて相手を削り、はい、ね、トーナメントでそういう展開でした、はい、ちょっとやっぱこれ普通ではできないっていうところもある、はい、スキル4ですね。なるほど、はい、まあ、2人ともやっぱりその、はい、当然レベルの高い選手たちですから平均点はすごく高い、うん、高いですね、はい、だけど、まあ、基本的にやっぱキム・スジョン選手のチャートの方がでかくなるかな、うん、そうですね、はい、じゃあこの選手同士が、はい、まあ、実際に戦うってなると、はい、試合展開というか、そうどういうような展開になりますか。試合展開、試合の作りも実はすごく似てると思っていて、はい、ですごくお互いにこう、まあ、打撃をして組む、打撃をして組むっていう、これを繰り返す選手。なるほど、最終は組みに行きたいですね。そう、打撃を、打撃から始まって必ず組むんですよ、はい、打撃で終わる。でお互いにあんまりステップは対応しません。なるほど、はい、近づいてから殴り合う、はい、組む、このスタイルですね。で大久保選手は殴り合い、まあ、その工作の中では武器となるのがおそらく左ハイ、はい、でストライカーによく当たる右フック、これね右フック遅れて出てくるんですよ。ちょっとこうチェンジアップの要領で、それでストライカーからすると、はい、ちょっとよくわからないテンポで、あ、なるほど、うん、分かりづらくてもらっちゃうとかです。そう、すごいよく分かんないテンポで、はい、で対してキム選手、はい、キム選手はもう右ストレートが絶対武器ですね、はい、右ストレートモーションが少なくてカウンターです。主にカウンターで合わせて、はい、で左の返しのフックまで、で必ず返しまで、でその後もずっと続く、はい、で組み、でこの展開どっちが有利なの、そうですね、どこで差が出るんですか、はい、やっぱモーションの少ない右ストレートを持っているキム選手と、はい、キム選手、そしてキム選手のその打撃のテンポ、はい、早いんですよ、これ回転は早い、手数が多いと、そう手数が多いです。でこの手数今更キム選手が先に組むかなと。なるほど、はい、で先にやっぱ寝技の攻防自体、まあ、お互い五分五分だったとしても先に組まれて、はい、先にテイクダウンされてるとやっぱそこはすごく不利になるかなと分析しております。テイクダウンされた方が不利になると、そう、はい、つまりですよ、はい、この試合は圧倒的にキム・スジョン選手の有利を予想します。でなぜか、はい、まずさっき言ったようにスタミナね、はい、キム選手はスタミナ豊富です、はい、で本人も大久保選手も本人もそこのスタミナ面は今回キーになると思ってる、分かってると思うんで、はい、もちろん対策してくるでしょう、はい、だけどちょっともともと持ってるところがスタミナっていうところが、まあ、どう出るかなというところですね、はい、でパワーもう一つキーとなるのがフェザーから落としてきてるキム・スジョン選手、もともとでいうとフライから上げてきてる大久保選手、この体格差やっぱだいぶでかくなってるかな。まあ、でも別の見方をすれば、はい、元気なオビちゃん、ヘロヘロのキム・スジョンっていう可能性もある。なるほど、減量でってことですね、うんうん、じゃあ塾長、大木久保選手はどうしたら勝てますか、はい、いい質問ですね、はい、さっきも言うように、はい、キム・スジョンは、はい、ストレートから始まることが多いです、はい、なるほど、攻撃の最初がストレートから、はい、おびちゃんが入ってくるのに合わせて
はい、右を振ってから始まります。もう、はい、おぎちゃんよ、はい、左をつけジャブですか。そうです。おぎちゃんよジャブをつけ、キーになるのはジャブってことですね。そうです。あと立ち位置ですね。おぎちゃんがこうやって、おぎちゃんとこう正面切って立ち合った時にこうやって右のラインに立たないことですね。こうずらすってことですか。それは足で、はい、ポジションを、そもそもの攻防をおぎちゃん左をついてこの位置を取り続けるで、なんかやりづらいなっていうところからおぎちゃんが右フックを当たりやすいですから、このポジション、これです、はい、だからキーとなるのは打撃の最初のお互いの前に入った時の位置取り。なるほど。で、これがさっき言ってた、はいはい、先に組むのはキム選手ですよね、はい、だからその後寝技の攻防では、まあ、五分五分だったとしてもキム・スー・チョル選手が有利ですよね、はい、っていうところがこれ一気にひっくり返る可能性があるんですよ。おぎちゃんが立ち位置しか取っている、先に打撃を当てる、先に組む、先にテイクダウンする、大久保選手が抑え込む、大久保選手の抑え込むと、はい、あのすごいタイトで相手を削るの得意なんですよ、ね、でこれを逃げていく。でいかにスタミナがあろうとこれは抑えてる側と逃げてる側、明らかに削られるのは逃げてる側のキム選手、はい、わかりますね、はい、ださっきまでの展開が一気にから逆転するってことですね、はい、おぎちゃんよ左をつけなるほど、はい、まあ、それぐらい重要というか、じゃあ試合の見方としては、はい、最初から始まって、うん、見てる人としては最初のその攻撃攻防っていうか、なんて打撃の攻防、はい、立ち位置とかを注目してみると見やすいかなっていうことですか。そうね、先に、はい、今ずっと言ってるように、はい、先にどっちがどっちを倒すか。なるほど。これがすごく大きな話で、はい、もっともっと一番最初、はい、カーンってなりました、はい、どっちがどっちの体に触るのかも見てみたい。これすごく大きなことです。それはなんていうの、ジャブとかでも、ジャブであろうとインローであろうと、はい、何でも構わない。ファーストコンタクトどっちが取るかっていうのもすごく見ものか。まあここまで言っといてね、はい、全部覆すようなこと言うんだけど、はい、あのトーナメント、はい、トーナメントの時に僕は大木の選手に言ったのは、言ってないけどね、思ってたのは、はい、絶対優勝できないだろうと思ってた、うん、あのベスト4が出そろった時に、そうそうそう、はい、絶対優勝できないだろうと、全部ひっくり返したからね。そうですね、全てをかっさらって優勝しました、ね、うん、はい、で、ここめちゃくちゃ大事なことがあるんです。これは、おぎちゃんの頭を殴るとみんな骨折れちゃう。そう、塾長もそう折れました、ね、みんなおぎちゃんの頭叩いてる人、みんな骨折れちゃうんですよ。なるほど。これ一気にだから右ボーン、ボキはある。したら、うん、キム選手の最大の武器の右ストレートがもう使えなくなるっていう、テンポが一気に変わるっていうのは、はい、大久保選手はね、だからこのチャートにはない、はい、あのね、打たれた頑丈、はい、うん、そのなんかほらスタミナとかパワーとかフィジカルで表現できないような頑丈っていうのを持ってる、はい、うん、なるほど。それも最大の武器というか、ウィンコ選手の武器でもある。そうそう、だから、まあ、すごいこう、あれな、ね、表現で言うとこうハリネズミみたいなやつ。なるほど、うん、触ると怪我する。そう、触ると怪我するから、ね、はい、まあ、じゃあ、おぎちゃんよ左をつけと、はい、おぎちゃんよハリネズミになれっていうまあ、ちょっと真剣に分析してみました。まあ、あの戦友であるおぎこ選手へのエールも含めて、でもすごいなんか見やすくなりました。バーンってこう試合だけを見るよりポイントをこう言ってもらって、ね、全然違う展開が行われた場合は苦情をしっかりと言ってきますんでその際はよろしくお願いします。はい、はい、あとあれですね、なんかこう解説してほしい試合とかあれば、はい、コメントでぜひまた、はい、この試合やってほしいっていうのがあれば言ってください。塾長がそのコメントあれば解説させてもらいますんで、はい、はい、今後もよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしく。